パクボムは韓国の女性ポップ歌手である。韓国ソウル特別市で生まれてアメリカ合衆国へ引っ越した。女性アイドルグループ 2NE1 の元メンバーでかつて YG エンターテインメントと契約していた。現在は D ・ネーションエンターテインメントと契約し2019年スプリングでソロデビューした。2006年にその経歴を開始しビッグバン、レクシー、 マスターウトレコーディングした。2009年に 2NE1 としてデビュー。EP2NE1 の発売の後、彼女はソロシングル、You I を発表し、ガオンチャートで1位を獲得した。2014年7月1日、覚醒剤の一種であるアンフェタミンを密輸入しようとし、インチョン空港税関に摘発された。ソウル市で生まれた。小学6年生の時にアメリカに留学。 ロサンゼルスの中学卒業後、メーン州の高校へ入学。レズリー大学に入学し、心理学を専攻した。彼女は高校生の時にマライアキャリーを通して音楽に夢中になった。歌手を目指したが、両親の反対にあった。しかし、おばからの励ましで、ボストンのバークリー音楽院に転入した。歌手を目指して、YG エンターテイメントのオーディションを複数回受けたが、 落選している。オーディションを初めて受けた3年後に、ようやく合格し、訓練生として入所した。そこで彼女は日本語と中国語を学んだ。ビッグバンの最も初期のシングル、Be Belong Together と Forever With You に参加。レクシーとレッドロックのベビーボーイ、Along My Way にそれぞれ参加。2006年に、イヒョリと共に、サムスンの CM、エニーズターで主演。 詳細は 2NE1 を参照2011年2009年前半に YG エンターテインメントの CEO ヤン・ヒョンソクはボムを主役として4人組の女性グループのデビューを発表した。グループ名は 2NE1 と後に発表された。同年3月28日、ビッグ・バンとのコラボ曲ロリポップでデビュー。グループが単独で存続するかはこの時点では分かっていなかった。 しかし、彼女らの正式なデビューシングル、Fire が発売され、ガオンチャートで1位を獲得した。続いて発売された、プロモーションシングル、I Don't Care, EP, 2NE1 も、同様の成功を収めた。I Don't Care 発売後、グループ活動を一時的に停止し、それぞれがソロ活動を開始した。ボムは、シングル、You and I で、ソロデビューし、 ガオンチャートで11月の1ヶ月間連続1位を獲得した。また、2010年エムネットアジアミュージックアワードで最優秀デジタルシングル賞を受賞した。2010年2月13日、シングルフォローメーを発売してグループ活動を再開させた。2016年11月に NE1 の解散と YG エンターテイメントとの専属契約を終了し、 2018年7月にディネーションエンターテイメントと契約した。2019年3月13日シングルアルバムスプリングでカムバックした。彼女は力強い歌声を特徴とするポップ歌手である。彼女はアメリカの歌手マライア・キャリーを最も影響を受けた大好きな歌手として挙げている。また、ビヨンセの力強い歌声や強力なパフォーマンスにも影響を受けたと公言している。 好きな音楽のジャンルは R&B とヒップホップだと明かしている。身長165センチメートル。信仰する宗教はキリスト教。特技は英語、日本語、ピアノ、フルート、チェロ演奏。姉は国際的に著名なチェロ奏者のパク高ン。詳細は 2NE1 の作品を参照客演、編集 SNS。ありがとうございます。